政治評論家の小林吉弥氏の著書によると、田中は人の不幸にはいても立ってもいられず、葬式に駆けつけ、遺族と一緒に涙し、激励するという光景をあちこちで見せている。象徴的なエピソードがある。田中が幹事長時代の昭和40年、かつての政敵であった社会党の元委員長、川上丈太郎の訃報を聞いた田中は、社会党、川上家のどちらからも招かれていないのに、葬儀に駆けつけたのである。 年末の雨の雨降るる寒い日である田中は2時間ほど立ち尽くし、延べの送りをやった。足元は雨が跳ね返っていた。川上とは、自民党と社会党の対立時代が始まった55年体制の中で、激しくやり合った中であった。そんな田中が葬儀にわざわざやってきた。自民党から参列した幹部は田中一人であった。葬儀に参列した社会党議員だから、田中というのはすごい男だという声が漏れ聞こえてきたものだった。